校長。でも幽霊が出るけん。幽霊？じいちゃんが言おった。この病院には幽霊が出るっち。怪獣より怖かん。得体が知れん。本当はなるも怖かけど。一度レアガケン見てみたかー。言うなよジュノンボーイ。だからジュノンボーイじゃねえって。お前に琴石なるって名前があるように俺にも名前がある。なぜわかった、なるの名前。さては超能力者じゃろう。お前はバカにしてんのかバカなのか、どっちなんだ。なるも知っちゃうぞ、ジュノンボーイの名前。ああ、よかったね。さっき校長が言おった。ひらめき方が古いな。ジュノンタケオ。なんだこれ、テレビでしか見たことないぞ。携帯にカメラがついてタッチパネルで操作する時代になんてものを。バーン。スイッチしたよ。僕はゲームをしてますから好きに使ってください。おう今から大事な電話をするから静かにだぞ。ゼロ、なんだこれ、押しても反応がないぞ。壊れてるんじゃないのか。あの、押したってダメですよ。回さなきゃ。知ってるよ、この黒電話硬くて回りにくいんだよ。電話のせいにした。こうだな。ほら回った。そりゃ回りますよ。指離してよかよ。知ってるよそのくらい。その前に受話器取らないと繋がりませんよ。相手の番号を教えてください。僕がダイヤルしますから。登場するなら金をくれよ。集中だ集中。無視してればそのうち帰るだろう。か、ん、ここだ。なあ、ずっと字ばかり書いていたんで、なんというか俺孤独死するタイプですし。この人否定しないな。半田君、この字は深井、さっき衝動で動くなって言ったばかりなのに。笑っちゃダメ。あんなんじゃロクスっぽ彼女もできんやろね。どうだろう、遠距離で付き合ってる人がいるかも。彼女、デ・ミ・ア・ム・チ・ヨコ・レ・ト。おお、本当に読めた、すごいなる。マンダム。マンダム。死ぬかと思った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 。全然違う。大丈夫大丈夫、すりむいただけだ。コマンドがヨモギだ。いやいいって、大した傷じゃないし。ヨモギ、わっ、おー、こやつとがりマッチは止まった。かすり傷だって。そんなのつけたら逆にバイキング。はい、先生から。お前らな。ナル、怒ってよかった。